ましたテクユニハーフアニバーサリースペシャルみんなで何ぬね農業祭さあこの配信ではですねテクノロイドユニゾンハートのハーフアニバーサリーを記念いたしまして改めてゲームの魅力をお伝えするとともに最新情報をお伝えしていくというコーナーでございます。さらにですねユニゾンフェスの本戦出場ユニットも今回初出しで発表させていただきますので中盤でございますお楽しみに、はい、さあということでね皆様自己紹介から参りましょう。改めて私から失礼いたします。カラクリ紳士でルーマをやらせていただいております時俊一です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあそしてはい皆さんこんばんは DMA 老人役の小林達之です。今日は盛り上がっていきましょう。イエーイ。はい皆さんこんばんはフランキーノットのハイド役重松千春です。よろしくお願いします。そして最後ははい皆さん、ノックスのネオン役カイトです。よろしくお願いします。さあということでね僕と重松くんがテクノロイドの番組の初出演ということで、うんはい、どうですか、どうですか、いや本当そうだ、ね、初出演がこのねハーフアニバーサリーで呼んでいただけて本当ね嬉しいんですけれども、うんうん、なんかね背景もこんな感じでめでたい。そうなんですねその後ろのこちらの背景、まあ、これまあねちょっともう気づいてらっしゃる方もね結構いるんですけれども、うん、あの今回書き下ろしを特別にしていただいて花火の前にこのバベルのねバベルがこちらの塔があって書き下ろし、某イラスト屋さんとかじゃない違いますイラスト屋さんがこのバベル描いててくれたらびっくりするよ、好きなんだイラスト屋さん熱が入ってますよ細かいよ嬉しいけどねみたいな感じになりますけれどもはいこんな感じでちょっと農業ということでね、うん、花火大会ねちょっとねあのできないところも多いですから、ねうん、確かに今日はねちょっとその気分で楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、そしてまあ今回はねカイト君もいらっしゃるわけですけど、はい、まあ僕も初めましてになります、ね、そうですね、そうなんだ、そうなんだ。でももう生放送とか結構テクノロイドとしてはいろいろこういろんなところに参加そうですね何度か出演させてもらってて、うん、うんうんうん、いやーもう本当に楽しい本当ですか？いや大丈夫ですか？今の楽しいはね多分ダウトです。ダウトです。でも待ってあの一つ言わせていただきたいんですけど、うん、僕何回かあの出させていただいたりしてるんですけど、うん、配信とか、うん、あの番組にでもやっぱりここまで落ち着いた配信は今日が初めてでございます。皆さんおめでとうございます。どういうこと？これで落ち着いてございます。いつもあの僕たちのノックスっていうグループのメンバーがもう3人いるんですけど、そこがまた賑やかでしてですね。やべえのよ。そうなの。その中でもこうひときわおとなしいタイプの人間が来た。あ、じゃあ今日は全然雰囲気が違うんだ。そう、今日ねすごい落ち着いてて、ね、逆にそわそわする。うわ、今日でよかった。本当にね。ね、でも実はね僕ね小畑と結構昔からの知り合いなんですよ。うん、そうだよ、うん。だから結構あの控え室でもいっぱい話す。確かに。いろんな話しましたね。そうですね、趣味の話を話しました。今回はでもね、あの、うん、新しい情報が盛りだくさんなんですよ。なので最後までお付き合いいただきたいなと思っております。はい、さあここで早速一つお知らせがもうございます、はい。なんとですね、本日番組終了後、この YouTube のライブ内、こちらの番組のライブ内で7月の27日水曜日に発売される、メカニカメタリカとフランキーノットの CD に収録されているオリジナルオーディオミニドラマの一部を特別に冒頭の部分数分だけ、この番組で、お聞かせしようと思っております。本来であればねそこでしか聞けないんですけれども、うんうん、この番組の最後にそちらがちょっと視聴できますので、最後までお付き合いいただきたいなと思っております。はい、そしてですねさらに今回なんとコメント数に応じてのプレゼントキャンペーンを実施しようと思っております。はい、説明いたします。ツイッターでハッシュタグテクユニハーフアニバーサリーの頭文字 HA 要は、ハッシュタグテクユニ HA でつぶやいていただくと1000件あった場合は1名の方に、うん、はい、2000件あった場合は2枚、うん、お二方に、そして3000件ありましたらなんとお三方3枚の、サイン入り色紙をプレゼントしたいと思っております。
はい、ハッシュタグもね多分皆様たくさんねあのツイートをしてくださっておりますけれども、こちらが、多ければ多いほど当たる確率が上がるというキャンペーンでございます。ツイッターでハッシュタグテクユニ HA、 HA は大文字でございます。で、はい、たくさんツイートコメントしてください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速見ていきましょう。もうねすごい確かのねもうコメントしてくださってますよ、早いねみんなね。そのハッシュタグ打つのってさどんだけ時間を要するか、パソコンなんじゃない。そうですね、先行視聴楽しみとか言ってくださってもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、そんなテクユニが、始まってからもう半年経ちましたけれども、皆さん反響はどうですか。反響ですか。まあ、おかげさまで、まあもうね、扉開けたら、あ、テクユニの人、テクユニの人だ。あ、ルーマの人だ。ルーマの人だ。分かられるのも怖い。そんなに。中の人は髪短いんだ。あ、短いんだ。なかった。いやでもやっぱりこう楽曲も素敵だし、うんうん、ストーリーとかもすごいやっぱ皆様からも素敵だっていう反響をいただけるので、うん、本当嬉しい限りですね。あと絵も綺麗、しかもこうやって毎回描いてくださるし ね、 すごい、うん、どうですか。 それこそさ小畑だったり、うん、海斗くんはいろいろいろな活動をされてて、で本当にあのなんかやっぱりラジオとかも出演させていただいたりとかして、うんうん、ラジオとかももうひどいもんで、ひどいひどいもんでってどうなんですか。あのミネタ君が本当にもうやばい。ミネタ君はやばい、やばい、ちょっとおもろくてなんか本当に面白くて、なんかそういうなんかみんなとこうなんかここに会話する機会って減ってるじゃないですか。なんかなかなか収録とかも一緒にできてないし、まあそれこそ DMA のメンバーにまだ一回も会ってないのね。あら、そうだから、そうなんです、そうなんですよ。だからレコーディングとかもすれ違うこともなくて、なんかそういう機会があのやっぱ配信とかこういうラジオとかをあの設けてもらうことでみんなとコミュニケーション取れたりとか楽しい話がいっぱいできるんで、なんかそういった点ではなんか本当になんかテクノロジーさんと通じてなんかいろんな話ができたりっていうのも嬉しいし、それを見たやっぱファンの方たちもなんかあこういうあのコンテンツなんだっていう興味持っていろいろ感想とかくれたりするんで、なんかすごいいろいろあのお世話になってます。ありがとうございますって感じです。はい、ここで簡単に大野のユニットのキャラクターをさらいしていきたいと思います。ここでね、この切り替わりですかね。はい、ここでです、いきます。これだけ話してて、はい、はい、こちらです、いきます、ドーン。はい、ドーン、はい、ドーン、はい、僕が演じるネオンの所属するユニットノックスはですね、もうザ主人公といいますか、まずアンドロイド4人組のクライマーでして、バベルの頂点を目指して奮闘しております。どこに巣があるんですか。ノックスの数はどこなんですか。ノックスの数はどちらか、ノックシーじゃないんですか、これ。これはもうフィーリングなんですよね。フィーリング、フィーリングでこう、というと巣をフィーリングで巣を感じていただく、この4人見てください、この絵。はい、はい、もうこの4人の空気で最後に巣がつくなと。なるほどね。複数形だなと。複数にいるな、4人いるなで、あ、ノックスだなっていう。あ、ジョナサンじゃなくてジョナサンズってついてるみたいなもんね。もうでもそう思ってもらっても構いません。わかりました。なるほどなるほど、はい、そんなグループに、そんなグループでいいんでしょうか。そんなグループになっております。僕が演じるネオンはこちらです。どうぞ。かわいいんだよな、はい、ピンクでまたこうね髪がさらっとしてて、普段のんびりとだらーっとした性格なんですけれども、うんうん、こう意外と言いたいことはズバッと言うと言いますか、ほうほうほう、ちょっとこう振り回されがちなんですけど、ツッコミ役に回ってたりするんですよね。ほうほうほう。こううちのメンバーにこう散らかす役がいらっしゃるんですけど、うん、その散らかしたのを後々もうみたいな。散らかしたっていうのはそれトークのこと。トークも、まあ、中の人と結構そこも結構似てるんだ。そうですね、中と外と中と外とちょっと似てます。あ、はあ、うん、でもさ、カイト君はこの、まあ、アフレコって呼ばれるものが初めてだったんでしょう、はい、初めてです。このキャラはどうでした、最初するってできました。いやでもなんか芸術肌なんですけれども、うんうんうん、なんかそういうところからなんか自分の共通点を探していって、うんうんうん、なんかこうやっぱパーってなる自分と内に秘めてる自分っているじゃないですか、うんうん、なんかそこがすごくうまい具合に実は噛み合っていて。あ、そうなんだ。そうなんです。なのでこうすごく苦労したっていうよりかは結構自然体な自分が。なるほどね。逆に全然違うな、ここだけはっていうのってある。はい、こんなに眠くはならない。そうか、ちょっとねいつも、ね、ずっと眠そうにしてるんですけど、うん、そんなに眠くはならない。なるほどね。
分けてほしいですね、向けを。でも10年経ったら分かるよ、きっと。そうだ、おじいちゃん。はい、では続いて参りましょう、こちらです、ドン。お、はい、小林さん演じるロージーが所属する DMA ですね。はい、小林さんから見た DMA、どんなユニットでしょうか。いやもう黒ですね。黒いね。いやなんかめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあ、本当に知る人ぞ知る強豪なんですけど、突如バベルから姿を消したクライマーということで、結構こちらのユニットはなんか謎が多くて。 DMA っていうのは何かの略なの。ちょっと曲ですよね。ドンミスアラウン。ほうほうほう、なるほど。そうか、それだよね。そう、そういうことです。なるほど。カイタ君がすごいなんか でもロゴもめちゃめちゃかっこいいね。マジでめちゃくちゃかっこよくて、うんうん、なんか3人のバランスがすごくうまく取れてるユニットだなって思うんですけど、ね、僕が演じてるロージーはこちらになります。いやー、かわいい。かわいい。いやね、かわいいんですよ。そう、好きなもの。ボーラの兄貴ですね。はあはあはあ、ボーラの兄貴です。で、苦手なものはボーラの敵と金持ち。いやもう分かりやすいね。そうなんだ、金持ち嫌いなんだ。そう、めちゃちょっと金持ち嫌いな理由っていうのもちょっとストーリーであるの。はい、ちょっといろいろあるんですけど、まあ、でも本当にとにかくそのユニットのリーダーであるボーラのことが大好きで、もうボーラのことは一番だから、ボーラの言うことは絶対だし、ボーラの、言うことは絶対聞くっていう、なんかその中堅ヤンキーみたいな感じ。なるほどね。説明にさ、でも、うん、ボーラを褒める相手には分かってんじゃないかと、態度が若干でちょろって。ちょっとちょろい。そう、なんかちょろかわいいんだ。なんかメモリーにボーラが言ったこととかすごく都度記録してて、うん、でそのロージーが好きなボーラーメモリーみたいなのが、うん、ハードディスク的なものにこう保存されてるんだけど、なんかその自慢話は本当はしたいわけ。いろんな人にボーラーの素晴らしさを伝えたいんだけど、やっぱそれ をなんか自分から言うっていうよりかは、なんかそのなんかボーラさんのこと気になるんですよみたいなのとか、ボーラさんってかっこいいですよねとか言われた相手には、うん、もう、うん、なんで仕方ねえの、じゃあ俺のメモリーにあるやつちょっと聞こしており嬉しがいな。そうそう、なんかちょっとツンデレっぽいところもあったりして、なんか見かけによらず、やっぱりそのユニットコメントでチョロージチョロージすごい可愛いじゃん、みんなそれ使ってるもんね。チョロージいいじゃないですか。チョロージってロージの下まつげが好きです。マニアックな方もいらっしゃる。青毛も可愛いです。ピョンって出てる毛も可愛くて、なんか本当になんかね、2人のことをね、実は尊敬してるっていう、なんかほんと可愛いやつなんですよ。はい、ありがとうございます。では続いてこちらです、ドン。かわいいね。ハイドが所属するフランキーノットですね。こちら、フランキーノットどんなユニットでしょうか。どんなユニット なんかやっぱ今みんなね、第一声で可愛いって言ってくれたと思うんですけど、まあ、可愛いんですけど、この中の方を見ていくとね、この3人が本当にデコボコでそう、ハイドとねフランがいつもこう、まあ、仲いいんだけど、いろいろ食い違ったり衝突したりして喧嘩するんだけど、そこをねこういろんなやり方とか要素で中和してくれるリムっていうのがいてね、すごいまとまりのあるね、これからが楽しみなユニットだと思いますよ。私が演じているハイド君はこちらになります。はい、短パン小僧かわいい、ね、でも好きなものかっこいいものなんだね。そうなんだ、あのベルトは役割を果たしてる。確かにあのベルトはファッションよ、ファッション。ハイウエストよ、あれかっこいいね。かっこいいがおじいちゃんでしょ。あのベルト意味あんのか。かっこいいなんでしょうね。つどつどおじいちゃん、おじいちゃんって最近の流行りが分からない。分からない。そういうことはなんじゃい。なんじゃい。かわいいですよね、でも。そうですね、まあ、かっこいいものが好きなので、うん、やっぱさっきね、紹介された DMA とかね、うん、ボーラーとか、すごい憧れてるんですけど、うん、まあ、こういうかわいい系のね、ユニットになっているので、うん、まあ、そういったところの葛藤とかありつつね、でも、フランに、こう、手玉で。こうだよこうだよって言いくるめられてっていうところもちょっとかわいいところですね。かわいいですね。ショースペースに役者としても働いてるんですね。あ、そうそうだね。なんかこう、まあ、ちょっとかわいい見た目じゃないですか。どうですか、なんか自分の中との共通点とこれは全然違うなとか、なんかそういうのってあります？いやー、こんな天真爛漫ではないですね。クールですからね。言わないでも分かります、確かに。なんかじゃあ尊敬してるとこって、まあ、でも尊敬
ていうかやっぱねそういうまっすぐな、ねうん、何でも人でも何でもそうですけど、うん、こういう純真とはまた違う結構ねあのはっきりしたタイプの人っていうのは自分にねあんまりこう表に出せないところなので普段ね、うんうん、ここはねやっぱ憧れっていうかね尊敬はします、うんうん、そうなれたらいいなって思いません、うん、思いますまっすぐに生きてる子がねこのコンテンツ多いからそうですね、うん、純粋で、うん、純粋に生きてるなって思います、はいねはい、そして続いてですねこちらですどうぞお来ましたねトキさん演じるルーマが所属しているからくり紳士ですねこちらどんなユニットでしょうかおじいちゃんおじいちゃんおじいちゃんしてますねおじいちゃんたちのおじいちゃんたちによるおじいちゃんたちの見てくださいこのセピア色 ね白と黒大正時代の写真のようでしょ、ね、でもいい田舎の実家に帰ったら鴨居のとこにかけて、だってこっち見てるの彼だけですからね確かに、そうですね、みんなもう国を見据えてどこ見とるんみたいなどこなんでしょうね、でもやっぱその楽曲も、うん、そうと思いきや結構激しめの楽曲という歌詞としては攻めた楽曲も多いし、うん、結構さなんかあのいやらしいっていうか なんだってセクシーなそうなんですよやっぱそのなんだろう結構なんだかんだ言って年齢感というか、うん、精神年齢高めのこう、ね、3人のユニットなんで、うん、曲聴いたからさなんか、うんうん、このすごいセクシーだったね知的性だけそうなんだよ色気がすごいす、ねうん、あのそのお前だけっていうあのセリフとかもすごいこうちょっとセクシーな、うんうん、お前だけとか言っていけーってね他のユニットは結構はつらつなさ、ええ、ユニットとかも多いそうなんだよ、ね、悪くてもさ結構トゲトゲしかったりさ、うんまあ、ノックスなんてもさあの王道、ね、王道っていう感じで、はいまあ、フランキーノットもキャピキャピしててっていうまあからくり紳士もういい味を出してるユニットかなと思うんですけれども、ね、素敵だわ、はい、その中で僕が演じさせてもらってるのはルーマくんでございます、ルーマさんって言っていいのか何なのか、こちらでございます、うん、はいルーマさんでございます。好きなもの和菓子お茶おじいちゃんおじいちゃんね苦手なもの、世話しないおじいちゃんねおじいちゃんです世話しないであのよく道に迷うんですよかわいい私最近だと骨董市とかの、ね、話とかも出て骨董が好きだったりもするし、うんもう本当にこうなんだろう時間が流れていくのを楽しめるレベルの人なんですよね、うんうんうん、ゆっくりこう、ね、ちょっとうたた寝をしてしまったりとか、でもその歌になってくるとちょっとこう攻めた歌詞を歌ったりとか、うんうん、そのギャップがまたこのからくり紳士たちのいいところなのかなって思いきや、うんうん、この間七夕の時には楽曲はすごいゆったりとした、うんうん、楽曲も出たりとか、そういうなんか精神年齢が高いからこその緩急を感じられるユニットなのかなって、うん僕でも本当ルーマさんのこの、ね、デザインが大好きで、うんうん、まあおじいちゃん本当にこうゆったりとした喋り方ではあるんですけど、服がねそれこそこういうちょっとヒールの高いブーツを履いていたりとか、ね髪の毛がすごい長かったりとか、うんうん、もうなんか結構僕の好きな要素がいっぱい散りばめられて、うんうん、本当にお気に入りのキャラクターで、じゃあ結構自分自身ともどうですか、なんかリンクする部分とかって、うんうん、あでも、ね、やっぱ僕ものんびりすること、うん、忙しい中に一つ絶対のんびりする時間を作りたいってタイプに、うんうんうん、仕事がこう何件かあったらその間に絶対5分でもお茶したりとか、うんうん、ゆっくりする時間を作りたいっていうタイプの人間なので、うんうんうん、そういうところは結構近いかもしれません、うんうん、のんびりと過ごしたい時間を作りたいって人ではあると思うので、うん、はいこんな感じでございます、はい、ありがとうございます、うん、はいということでですね、キャラクター紹介は以上になりますが、うん、続いてこのコーナーに参りたいと思います、はい、題して100連星4狙い撃ちガチャダービー、100連はいということでハーフアニバーサリーの目玉企画の一つといえば、うん、そうです10日連続毎日10連最大100連ガチャ無料キャンペーンですよね、はい、ということで試しに4人で合計100連回してみたいと思います100連いいんですかいいですか、ちょっと運試し的なことでね、はいはい、実際はねもうそのあのキャンペーンが始まっていて1人1日1回10連が引けて、うんまあ、10日間10連ずつ引けて合計100連ということなんですけれども、今回はあの、まあ、その1回引いちゃったらあの引けなくなっちゃうので1日1回は終わっちゃいますなのであの今のあるガチャの方で、はい、あの100連分を僕たちで回していきたいと思っております。なるほど、はい、そしてですね普通に回してもまあ面白くないんで、あの視聴者の皆さんには100連回して何回僕たちが星4キャラ
何体出るのかっていうのを予想していただき、ぜひツイッターで先ほどオープニングでも言いましたハッシュタグテクユニ HA をつけてつぶやいてください、はい、本当100分の何で星音が出るかっていうのを、最初に言っておきます。僕たちがいくら星音を出しても皆様にプレゼントはございません。できませんので、はい、ただから、楽しんでいただきたい、ぜひぜひ当ててみたい、予想していただきたいと思います、はい、ぜひねそちらの方でたくさんつぶやいていただくと寄せ書き の、ね、サイン色紙が当たるキャンペーンの方にもつながっていきますので、ぜひぜひたくさんつぶやいていただいて、はい、当たるキャンペーン枚数を増やしちゃいましょう、ということで、責任重大ですからね、はい、ここで僕たち100連して星音が1枚も出なかったら、おい運営そういうことかってなりますそうですね、渋ってんなってなりますから、むしろ出していかないと、そうめちゃめちゃ出していかないといけないわけですよ。だってゼロだったらさ、ゼロってありえないってなっちゃう。いやその目が難しいな、いいなでもやっぱ、ね、出していかないといけないわけですから、目で出していきます、はい、合計100連ガチャなんで、まあ、4人でねその100連ガチャの分配を分けていきたいと思うんですけれど、変えていいんですね、はい、変えていいんですよ。最近じゃあ一番運がいいなって自分で思う人挙手。運がいいな、運がいいな、運がいいやつ挙手。な運悪いんだよな最近、みんな悪いじゃないか、これ最先悪いじゃないか。いやもう俺そう、そうもう買って2日目のやつのボタン外れたりしてるマジ悪いですね、だ僕少なめの方がいい。あじゃあ10連ね、10回ですか10連ね、残り90の10マジ。まあいいけど、いやでも、そう、でも勢いのね、ある和コードの方が、そうだね、じゃあ、ね、10、20、20、20、20、50、やば責任重くないですか、ちょっと。いやなんかやっぱり主人公チームだし、そうだね、やっぱ若いし、うん、やっぱりねガチ勢ということもあって、やっぱそう やってればやってるほど返ってくるものだから、そうですね、だから今のうちにこの100連で運を使い果たしてもらって自分の100連ではあんまり出せなくなるっていう。そう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 、ちょっと待って、おじちゃんたちはパワーで出しちゃうから課金というパワーで出しちゃうからそういう運要素向いてないの。そうですね、力でねじ伏せちゃうタイプだから、運がいいと思って引けばいいんですよね。あ、そうですよね、気持ちいい、運がいいと思うの、気持ちで引いていきますよね、はい、じゃあということで、はい、じゃあトップバッターはじゃあトッキック、はい、任せてください10で、でもだって10で1枚しか出ないじゃなくて、めっちゃ出ることもあるから、ね、めっちゃ出たらさ、 ね、それはすごいことだ。でもここで1枚でも出しちゃったら、はい、ゼロ予想の人はもう外れちゃう。ちょっとじゃあ予想を見てみましょうか。そうです、みんな、そう、はい、SNS でツイートしてくれてます。100連で何枚出るかですからね、うん、でも YouTube でね、コメントしてくださって、だいたい100連だと3枚くらいかな。おお、はい、そうですね、自分の体感が100連で2枚から4枚な気がする、まあ、この方はでも100連してくださってるってことですね。そうだよね、ありがとうございます、我々の引きに期待してくださってる、はい、ありがとうございます、うん、あもうそうですね、YouTube は100分の4、100分の6ぐらいの方が多いみたいな。6いけるかな、6結構でも出てますね、やばいね、その人に引いてもらいたいわ。出せるよね。じゃあいきますよ、うん、じゃあ画面もらいました、はいはいはい、まずですね、本来であれば皆様はこちらです、うん、こちらが、ね、1日1回できる10連のガシャでございます、うん、はい、これは1日1回制限で次の日にならないと引けないんですけども、うん、これ引いちゃうと4人で引けないので、そうそうそう、今回はこちらのイベントガチャ回していこうと思う、うん、かわいい、はい、いますね、いますね、かわいいですね、はい、さあじゃあ引いていきますよ、この、うん、10回ガチャでございます、はい、ね、はい、引いていこうと思います。1回だからね、頑張って本当にプレッシャーが、これでプレッシャーがこれだけね、乱数調整が必要なやるやるやる、乱数調整、大事大事、乱数調整、一回こう戻っていこう、一回見てね、なるほどね、欲しいものをイメージしていくわけですよ。なるほど、いや、かわいい、いや、リム、俺リム好きなんですよね。おー、リムね、かわいい、大好きですよ。はい、じゃあ行きます、うん、はい、参りましょう、はい、行きます、はっ、レッツゴー、お願いします。はい、この画面ね、はい、頼むぞ、これを降りろ、忖度、行きます、変われ、ほい、ゲッ、アクセス、いやー、誰も今何もしてない、調整ありがとうございます。調整調整ありがとうございます。やっぱこうね、や公認に、ちょっと、あ、可愛い。繋いでくれてるわけですね。うん、可愛い。本当ね、可愛いのよ、イラストが。やば、あ、ボラさん。はい、何も言わずに次に渡していきます、はい、任せたよ、はい、任せた、じゃあ頑張っていきたいと思います、いいよ、頼むよ、
あ、そうですね。一回じゃあね、これで、これでそれぞれで除菌をしていただき、ちょっと待って、こちらにもね、見えないあのパネルがありますので、ちゃんとね、そうですね、ありますからね。え、待って、いや、出ないもんだね。俺がいるから。間違った、間違った。信じて。かわいい、かわいい。はい、ということで消毒しましたので、はい、やっていきましょう。失礼します。ガチャトップへ戻る。カラクリ紳士もアインザッツ一回戻るタイプなんだよ、ね、戻んないとなんか前の人のなんか邪念っていうか、おい呪いが、おい、俺のことを横島と言うじゃないの。あのやっぱ物欲センサー的なね、そんな働いてたんでしょうね、やっぱり欲しいって言っちゃったからね。そうだね、無欲で聞きました、無欲で聞きますね。じゃあ僕は20回あ20連組んで、はい、サクッといきたいと思います。こういうのね、ピッて言ってね、プッてね、おいらプッて勢いですね。おい労働少ねえぞ、ピッてってピッて、大丈夫か、労働時間で当たるかどうか分かんない。見ちゃうんだ、見ちゃうんだ。あれうぅやばい、寝よう、心臓がやばい。いや、あなたもう10連あるから。あ、そう、まだチャンスあるから。そう、おいおい、いや、みんな怖いね、これ本当に出なかったらどうする。一回じらしといて、次ですね。そうだね、はい、もう一回戻る、もう一回戻る。やっぱ俺にも横島の気持ちがあってもいい。いや、引こう。行きますね、うん。壁をぶち抜いていこう。はい。行くぜ、頼む。ローディング少なかった気がする。待って。あ、なあ。なあ、待て。まあまあ待て。落ち着け。あ、ロージー、ありがとう。あ、星さん、ね、かわいい、星3ねじゃないのよ、あなた。星さん出たけど、何かアラサー30例してゼロよ。大変ゼロよ。大変です、先生。でもまだ70残ってますから。70残ってますね。いや、だからここで本、あ、じゃあこれお願いします、はい、いや待って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 、ちょっと良くない、良くない、待って、この長い、いや、でも大丈夫、今もう30連してるから、うん、どんどん確率上がっていくはずだよ。そうだよ、ええ、で最後やっぱカイト先生いらっしゃいますから。やっぱり、いや、でもここでね、多分ね、もうぶち抜いてくれるから。そうだよ、そうですね、なんか同時に2枚とか出ちゃったり、この流れ望んでなかったよ。逆にシゲマス君がこの20連で5枚ぐらい出してくれて、カイド君に多大なるプレッシャーをかけていくっていう。あ、いいね、それもいいですね。一つ、それもそれで嫌だな。あ、もう今フランが喋ってくれたから、そうだよ、私はこのまま行きますよ。このまま行く感じで待ちません、待ちません、はい、いいよ、潔いいよ、テンポがいいぞ、いいよ。ああ、よくないぞ、よくないぞ。かわいい、ハイドくん寝てる、かわいい、かわいいよ、かわいいポーズ、かっこいい。あ、リム、あ、フラノポンプしたよ。あ、でもイベントの、これは今開催中の、今のイベントのリムが、イベントのね、リムちゃんでしたね、はい、あ、いいですね。もう20残ってますから、もう10か、もう10、はい、あ、でももう一回弾きたくなったら弾いていいんだよ、カイドくんの分をね、はい、もう全然。あ、戻った。あ、戻るじゃん。やっぱり、やっぱり戻ったやん。おい、クールぶってるくせによ。どうやって、あ、ちょっとルーティン、あ、ちょっと一泊置いてるぞこいつ。おうおう、なるほどね、あの、そのあら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 、おじいちゃんは、あの、因果率をごまかしていくスタンス。なるほどね、あ、戻っていく、はい、はい、じゃあですね、はい、はい、じゃあ行こう、行きましょう、お願いします。うん、どうだどうだ。そっと、え、これってさ、あれ虹だっけ、レインボー、そうですね、母音霊が出たら水色っぽい、ちょっとレインボーみたいな。あ、こっちだ。よかったー、パパ、これ押してっちゃう、押してくと、タップしていくと、はいはいはい、みんな可愛いよ、はいはいはい、可愛いね、可愛い、来ましたね、来た、お、久しぶりの休日、あ、目いっぱい楽しまないと、ナイトくん、はい、ブースの向こうのスタッフさんたちが最高の安堵の息を漏らしております。よかったと。さあ、ここでゼロ予想の方々は、脱落ですね。さすがにゼロはいなかったかな。どうでしょうね。でもさ、今もう50連してて1枚でしょ。そうですね。で、このあとさ、もう5日目が終わってるんですよ、本来の。あと残り5日ですね、でもね、無料でできてますから、あ、そうだよ、無料だからね、言うてありがたいことですよ。そうです、そうです、はい、じゃあ最後、はい、あの、では運命の50連を託された、
カイト選手50円で、はい、まあ、大体あと 3,4 枚出していただければ、そうだね、そうですよね、YouTube の予想だと多くということですよね、うん、5枚が、ね、多かった、ではあのこの勢いのまま、うん、行かせていただきます、お願いいたします、今波来てるよ、はい、いい波ですからね、うん、引きます、お願いします、これあの、テクラブのピーちゃんの番組だと濃い忖度って言うんですよ、なんで忖度よりろ、忖度ってね案外ないんだよこれ全くないあのもう稼働が始まっちゃってるガチャってね操作のしようがないのあーなるほどね、はい、うん、まあ、あと40、まあでもあと40あるから、うん、はい、落ち着いていこう、そうですそうです、まあ皆さんね、まず1回は出さない状態でこう1回じらしますからね、そうだね、ここから重い腰が上がっていくわけですよ、はい、今じらしました、あ、20連目です、はい、次です、はい、これ出ます、お願いします、何を笑ってるんですか、何を笑ってるんですか、ツートンくらいだったな今、そうですね、うん、あでも3ってさっきまで見ていただいたら分かると思うんですけど、うん、なかなか星3も出ないんですよ、欲しいのは何だっけ、欲しいのは、はい、生放送だ、喋れ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 、欲しいのは欲しいのはまだありますから、うん、星4出ます、ここからこのまま1回戻らなくていいか、どうしますか、戻っておきましょう、戻っておきましょう、戻っておきましょう、戻っていきましょう、自分が星4を弾くイメージをしていこう、そうですね、やっぱね、あのやっぱ音楽もインスピレーションが大事ですから、うん、そうですね、マシュー何笑ってるの、いけるよさあさあさあ、はい、一回一周回ります、一回一周回って戻ってきた、ここですね、はい、はい、では行きます、30連目ですね、30連目です、30連目そろそろ来るんじゃないかな、来い、カイト君にはね、ネオン出してほしい、そうだね、来い、確かにね、来い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 、おー、いやでも、あ、ネオン出てほしいね、すごい、来るよ、どうだ、ネオン、うん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 、え、私のおすすめ、あ、こんちゃさせてあげよう、こんちゃ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 、違うよ違うよ、じゃあありがたいです、いいです、でももう出ましたから、はい、2体、これ次4体で、あと20連です、あと20連です、はい、この勢いのまま、いや来そうだな、なんかこの勢いのままいけばいい、行っちゃおう、行きましょう、流れ来てるね、お願いします、この流れをお願いします、ロードは流れたけど、あっ、ベスト、すごい、マジで、バレンタイン、おお、メンバーです、なるほどね、メンバー、はい、かっこいい、かっけー、はーい、ありがたいですね、なるほどね、いや、あと10連か、でも今、え、でもさ、でもさ、結構な確率で来てるよ、出てる、ね、すごいよこれ、で、これ今3人目、いや、そうだね、3人目だね、さすがだね、最後の10連ですね、本当に、そういうことか、最後気持ちよくネオンを出して終わるってことね、終わろう、そうしよう、締める、そうしたらめちゃめちゃ気持ちいいよ、そうですよね、うん、さすがだわ、いきます、お願いします、お願いします、頼む。おお、でもすげえ。マジで。え、三枚目ぐらいだったよね。そうですね。そうだね。一枚目、二枚目、三枚目。次ですね。四枚目。あれ？あ？あ？六、七、八、あ、最後かじゃ。九。あ、飛んだ。飛んじゃったか。あ、もっ。あ、違うよ、折り紙をするのは久しぶりですが、あ、これなかなか、ね、きっとおじいちゃん持ってたんですね、おじいちゃん持ってたもんね、あ、そう、多分ね、あのピロリって出た時に多分飛ばした、飛ばしたなんか、え、何、ルーマ嫌い緊張で、緊張で指がすごいね、でもすごいね、あの出演されている、方の飛んできましたね、おじいちゃんが飛んできた、よかったです、出ました、最初の呪い、ごめんなさい、カットインが飛んでしまったんで、はい、代わりに言わせていただきます、はい、ありがとうございます、いやすごい、でもすごくない、え、ルーマちゃん来たよ、はい、ありがたいですね、いや、よかったよかった、素晴らしい、ちなみに、結果がですね、うん、こんな感じですね、あえ、結構すごいね、最怒涛じゃない、え、めちゃめちゃ来たじゃん、ノーベルさんと、うん、だからカラクリ紳士3分の2来たんでしょ、そうですね、で、ケイでしょ、ケイとで、ルーマと、へー、アインザッさん、あとライトさんです、
クライマーたるもの。え、ってことは何枚来た？4枚ですね。4です。10分の4でございます。え、すごくない？10回やって100連回して4枚来てるんでしょ。そうですね。え、だ、うん、すごいって。さっきのなんか YouTube 予想でも10分の4みたいな。いや、運営さんがすごいって言うと確率がもっと低いって言われてた。ダメダメダメ。いや、でもすごい。いや、でもやっぱり、いや、やっぱすごいね。ハイトック持ってる50連で、うん、ありがとうございます。3枚5分の3でなってことね。ちなみに正解者はいたのかな。あ、確かに。あ、ね、あとで、あ、そうですね。とかで皆さん4って言ってた方、予想どうでしたか。皆さん、はい、当たった、あ、予想当たった、嬉しいっていう方います、ね、おめでとうございます。僕はちゃんとした、ちゃんとその予想が合ってるか、ちょっとこの方のやつを履歴チェックしますよ。しっかり者だな、ええ、あ、ちゃんと予想してくださって合ってますね。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、ぜひ皆さんにも残りのね、あのキャンペーン楽しんでいただきたいと思います、はい、みんなたくさん星4を引いてくれよな、ということで以上、ガチャダービーでした。イエーイ。さあ、ここからはですね、事前にツイッターで募集させていただきました、うん、視聴者の皆様からの質問に僕たち3人が、あ、4人か、4人が答えていこうというコーナーに参りたいと思います。はい、はい、はい。まあね、事前からにたくさんこうね、質問もいただいたんですけれども、うん、その中からスタッフさんが選んでいただいた質問に我々が答えていこうと思っております。はい、さあ、早速参りましょう。質問1つ目、はい、リンゴ飴さんよりいただきました。はい、皆様に質問です。歌の収録時にここ苦戦したなといった、まあ、エピソードはございますか、という、はい、どうですか最初に、まあね、皆様歌がお上手な方ですけれども、なんかこうキャラで歌うときにどうしようとかって なってました？なんかありました。私はね、まあ、ハイドがね、ああいうキャラクターなので、うん、まあ、この間ね、フラノンでね、3人で集まれたんだけども、その時にも、ね、みんなで話したんだけど、うん、やっぱ自分の中ではこうあんまりその上手に歌い上げないようにしてる。そうなんだ。あえて。え、それはなんかこう、そのキャラクターはそんなにまだ歌は上手くなくてとかではなくて、イメージ的な話。あ、でもね、そういうとこも含めてなんだけど、これは多分、まあ、キャスターさんそれぞれでね、捉え方違うとは思うんですけども、うんうんうん、やっぱ彼らね、アンドロイドなわけじゃないですか、うん、だからね、多分なんかこの一定のって言ったら言い方変だけど、その歌唱力とかってね、きっとある。あります、ね、ありそうじゃない、うんうん、まあ、そういうとこ崩さずにでもキャラのことを考えてっていうのはね、多分きっと皆さんやってらっしゃると思うんですけど、うん、私はね、だからあえてそんなめちゃくちゃ上手に歌うぞみたいなのはやってないですね、うん、よりもキャラでちゃんとしっかりとイメージができるようにっていう感じなんですね、うんうんうん、ありがとうございます。小畑どうですか。そうですね、なんか本当に割とその DMA の、 ユニットの3人の関係値っていうのは結構なんか声のバランスとかも結構難しくって、うんうん、なんかやっぱ二方のなんか演じてる役、まあ、特にボーラーの兄貴はすごく低音ボイスだったりとかするって、ね、あと大人な感じの2人とロージーって感じなんで、うん、割とそのなんか浮いちゃわないかなっていうのも、なんかそのレコーディング時にいろいろ話したりとかして、うん、自分結構地声も高いし歌声もまあ割と高いキーが出せる方なので、うん、でそういうところのなんか帳尻というかバランスの釣り合いっていうのもなんか声色で調整していくっていうか、とかキャラ感で調整していくみたいなところをなんかいろいろ考えてレコーディングしたりしたので、でもそうですね、なんかそういうなんか相談をみんなさせてもらえる現場っていうことだったんで、結構割とディスカッションというか、うんうん、もうちょっとこうした方がいいですかねとか、その場で、うん、元気な感じのキャラだからロージーは結構グイグイ行くタイプなんですけど、ちょっと引いた方がいいですかとか、なんかそのなんか出し引きというか、なんかそういうバランス、音圧とかのバランスっていうかっていうのもいろいろ考えてやったので、ちょっとなんか、うんうん、すっごい頭使いました。歌いながらもみたいな。ハイト君、まあね、本業というか、はい、まあ、歌うことが、ね、はい、好きっていうところだったんですけど、キャラで歌うってどうでした？うん、いや、特にまたこうノックスのメンバーの中では僕が毎回結構最初に撮るんですよ。あ、そうなんだ、はい、なので結構そのメンバーの内でも指標になるよみたいなこと言われながら撮ってて、うん、そうするとこうやっぱネオンとしてこの曲を
ネオンはどういう風に解釈して、うん、どういう立ち位置でその曲に対してアプローチしてるんだろうっていうところからめちゃめちゃ考えてましたね。なるほど。結構考えて撮ってました。あ、はい、なるほどなるほど。ポキ君とかさ、もう特にあのルーマ、そのキャラクターがさ、普段、うん、さっきねちょっと面白おかしくおじいちゃんとか言ってたけど、うん、あの、まあ、ゆったり喋ったりとかさ、うん、特徴的だけど、また曲になったりするとどういうアプローチで、うん、いやそう迷ったし、しかも一番最初の楽曲トップバッター僕だったんですよ。あら、うん、でどういう風に、まあ、しかも曲を歌うってなって楽曲もらうじゃないですか、ゴリゴリに結構こうヘビーというか、うん、そうだよね、ロックな感じの攻め攻めな感じだから、本当にストーリーとか人間性とかとは結構ギャップのある曲だったから、うん、どうやるんだろうと思って、うん、僕もだからその最初に行った時に、これルーマさんってどういう感じのイメージですって聞いたら、うん、いやでも曲になった瞬間にはもうガラッと切り替わってて、クールに歌っていただくイメージですっていうのをこうすり合わせの中でいただいたから、うん、じゃあこうやろうああやろうで、そのお二方の歌もまだ聴いていなかったんですよ。あ、そっかそっか。だけど、まあ、どっちにしたって多分エネルギッシュに歌うっていうよりはちょっとダウナーなっていうか、うん、ちょっと声をグツンって下げて歌うタイプの感じになるかなって思ってやったら、お三方もお二方もそれにすごいこう続いてくれたので、うんうんうん、出来上がった曲マジでもうあれめちゃくちゃ好きで、何度も結構僕もね出来上がった曲聴いてるんですけど、うんうん、なんか僕も最初全然イメージはできなかったんですけど、うん、本当になんかいいこう三重奏になったなって思うし、この間の七夕の楽曲も僕はこのその時の、ね、2番手だったんです、うんうん、はい、ってなった時に楽曲で今回は、まあ、アインザッツが結構こうメインのところになるんですっていうのも聞いてたから、あ、じゃあそこが主役に、まあ、メインになるんだったらその2人はそこを支える、うん、ノーベルと、ね、あのルーマ支える立場っていうのをそのもう感じたんですよ、その先に撮ってて、うんうんうん、だからそれをこう歌わせてもらった後に、最後がその熊谷健太郎くん、熊ちゃんだったので、うん、熊ちゃんに後は頼んだよっていうふうに言ったら、おしゃれなんですか、でもかしこまりましたマスターズって帰ってきて LINE で、ツイッターで、そう、それもやってたし、それの前からそうやっててくれて、そう、うん、っていうので、ありがたかったななんて思います。はい、ありがとうございます。さあ続いてまいりましょう。続いての質問、じゃあそう小畑ちょっと読んでもらってもいいですか。これはなんて読まれてる、シェナーさんかな、シェナーさんからいただきました、ありがとうございます。ご自身が演じられてるキャラクターの第一印象、ビジュアル、キャラ紹介文からのイメージ等と、メインストーリー、イベントストーリーを通しての彼らの印象が知りたいですということです。ありがとうございます。カラクリ紳士はもうまだ先がわからなそうだね。そうだよね。彼らの時間を彼らも生きているから、うん、本当にこうアニメもまだなわけじゃないですか。そうですね。放送に関しては、もう言えることあるの？まだ全然言えないこと多いんじゃないですか。そうですね。確かにそこのなんか範囲がね、うん、まあ、確かに、うん、まあ、ギャップとしてもね、なんかまあなんかどうなんかある、なんか僕らでももうなんかやっぱ主人公だけにこう結構いろんな表情をすでにもう見ていただいたとも思うんですけど、こうやっぱ成長していくじゃないですか、うんうんうん、それぞれがね、はい、でまたそこに対してドクターも一緒に成長していっている感じがあるじゃないですか、うん、はい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 、なんかその中ですごくこう思いやりがある子たちなんだなっていう印象はなんか常に来てるというか、アンドロイドで心を学んでいるけど、うんうんうん、でもなんかその一番こう温かい部分みたいなのがちゃんとある子たちだなと思っていつもなんかほっこりしております。そうだよね、なんかやっぱ日々変わっていくし、キャラクターたちも性格もなんかストーリーを追うごとにだんだん砕けてきたりとかね。そうですね、なんか最初はさちゃんと決まってるそのキャラクターとしてのそのなんかあのシナリオというかストーリーをこうなんかやっていくじゃない、はい、でもやっぱりなんかそれが分かってきた上でのなんかその遊び心っていうのもやっぱりちょいちょいみんな出してきたりっていうのもあるんで、はい、だからそういうなんかギャップもね今後楽しんでもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、さあということでたくさん質問返していきたいんですけれども、うん、思った以上に芝居の話になるとみんな真面目になっちゃうよね。今までもそうだったんじゃないですか、どうですか、ばっかなんか、いや今まではもうなんか本当にもっと荒れてましたよ。荒れてました。しっとりこっち行ったり芝居の話とかで
っていう感じ、まあそれもありましたけど、作品のね、話とか もっとでもね、こういう話なんそうですね、なんか落ち着いてますよ、やっぱり今日てほしいですね、いっぱい多分こういう風にみんないろいろ出てくるんじゃないかな、うん、そうだね、はい、楽しいよね、はい、そうですねはい、ということでね、ちょっと話は尽きないんですけれども、うん、はい、こちらね、あの続いての企画に参りたいと思いますよ、はい、先ほど100連ガチャにチャレンジしましたが、はい、ハーフアニバーサリーのもう一つの目玉といえばソロライブプレイですね。なるほど、ユニット単位で行われているクライムステージとは別にバベルにて新たに開催されるソロパフォーマンスステージ、それがソロライブです、うん、バベル内にある10個のライブハウスで日々開催されるソロライブに規定メモリー所持を条件に参加することができます、うんうんうん、そしてこのソロライブはテクユニ初のランキング形式イベントになっていて、イベント開催終了後にランキングに応じて報酬がもらえます。争い合うんですね、あすごいですよね。でも今日実装なんでしょ、うん、あそうだね、で、うん、今までになかったその、まあ、ランキングっていうのがここで出るっていう、うん、自分の、まあ、スキルと自分の、まあ、このゲームをやってる人たちの立ち位置が分かってくるっていう、そうです、ね、結構燃えますよ ね、これは熱いね、はい、はい、ということで今回そのソロライブプレイを実際にやって対決したいと思います。ちなみに今回は自身が演じているキャラクターを使用します。さらにスコア最下位のメンバーには罰ゲームがありますので真剣にお願いしますね、はい、問いつつ時さんと僕はすでにプレイをしちゃってます、はい、先にねプレイさせていた、まあうん、ここで4人やると時間がもう長くなっちゃうからさ僕たちだけ先にやらせていただいて、はい、今日はだからカイト君と小畑がこの場で実際に、まあ、やっていただきたいと思います。そうなのです、僕とね時くんの、プレイ動画は後日 SNS にアップされますので、はい、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい、ということで、はい、まあ、どうでしたかプレイして、まあ、僕もその事前にやらせてもらったんですけど、まあ正直僕はあんまりこのパズルっていうものを、まあ、それこそテクノロイドのやつもあんまりこう触れてなかったので、うん、僕は正直に師匠をお呼びしたんですよ。師匠？カイドさん。師匠。カイドさんに横にいていただいて、うん、まあなんかいろいろなこうアドバイスをしてもらいながらやったんですけど、でもなんだろう、すごい分かりやすいんだけど、そのテクニックもすごい必要。どこをタップするか、どっち向きからタップするかとか、うん、次に落ちてくるのをイメージしたりとか、すごいやっぱいろいろ考えられるし、でもいいのはいっぱいじっくり考えられるのに時間制限がないところ、うんうんうん、そのターンはあるから制限はあるけど、一個一個の時に早くやんなきゃっていう風にならなくて済むから、うん、すごい吟味してできるのがめちゃめちゃ楽しかったですね。なるほどね、まあ、師匠を呼んだということでいきなりズルをしたことがそうですね、ずるいですね、はい、ここからですね、シートなぜはい、お二人にもプレイしていただきたいと思いますよ。はい、ソロプレイはですね、キャラによってデッキの強さがデフォルトで違うため、うん、デッキの強さを均等にした状態でプレイしたいと思いますよ。まずはお手本も兼ねてガチ勢のカイト君からいきましょう。はい、ガチ勢なんですよね。結構そうですね、結構ガッツリ僕がやってまして、うん、めちゃめちゃ教えるの上手くて、マジか、こういう風になるからこっちからやった方がいいですとか、ここはこういう風にこうなっていくので、本当プロだったけど、その結果この対決ということは自分の首を絞めたということなんですよね。めちゃめちゃいい数字出ました。マジか。そうなんですよ。なんで教えてくんないの？これからこれで教えしますから。なんよ。ずるいよ。これから教えますから。ね、そうだよ。ダメよ。教えちゃダメだからね。はい、スタンバイの方はどうですか？はい、画面の方は。はい、でございます。大丈夫？はい。じゃあ、そのまま画面進めます。そうですね。では、これですね。すごい。はい。からで。ね、ライブ。はい、ではライブ早速スタートしていきたいと思います。はい。まずね、アシスト選んでください。フレンドが大事ってさっきカイト君が言ってた。そうなんです。大事だよね、これは。これは、まあメンバーがね、一番上にいますので、早速クロームですね。クロームと一緒に。じゃあ、はい、行こうかなと思います。フォローということでね、サポートのスキルが重要になってくるはずなんですけれども、うん、ということでカイト君のプレイスタートしますよ。はい、お願いします。ライブスタートです。いい、見せたくないし、手加減してやはい、スタートいたしました、はい、かわいい衣装ということで、まずはスキルですね。サポートのスキルがどういう感じかっていうところがすごくこの勝負に、関わってくるので、はいはいはい、さっきも言ってましたね、とりあえずこの4人のスキルを全部確認して、そうなんです、何ができるか
まずコバルトが横一列にジョイビットを変換してくれると、うんうんうん、そしてクロムが2ターンの間ハングリービット出現率をアップさせてくれて、うん、で K が2ターンの間ハッピー属性メンバーの表現力を 40% アップしてくれる、うん、そしてサポートがサット属性のメンバーの表現力を 50% 2ターンの間アップしてくれるということで、これがですね結構序盤からスキルを使っていっちゃった方がいいのではないかとも思いつつ僕はまず消せそうなここから行こうかなと思います。はい、もうどんどんやっちゃってください。この間に僕たちがなんとなくの説明をさせていただこうと思います、うんうん、はい、今回のソロライブっていうこの機能ですね、ランキング形式でございます。さあまずね注目していただきたいのは中央の左側、こちらねハイスコアとかスコアって書いてあるの書いてありますよね、うんうん、こちら今までになかったものだそうで、うん、ここのスコアがランキングに影響してまいります。なるほど。でタップを繰り返していくごとにこのスコアが増えていくんですけれども、うんうん、その横にあるあのマイクのね、うん、あのアクションって書いてあるのと、うん、あと上に書いてあるそのターンっていうのが書いてありますね、うん、これが今までになかったこの機能らしいんですけども、うんうんうん、10ターン以内10ターンでこの、 あの1ゲームは終わるんです。終わるんだ、うん、1ターンにできるのはこのアクション4つだそうです。でその4つターンが今ね4分の3になりましたね。起こせるのっていうの、はい、で4分の4最後これがタップされると、うん、いきなり終わると、こうなるとターンが終わって続いてのこれ3ターン目にめちゃめちゃコンボ続いとる。なるほどね。これスキル発動が1アクションだね。そうなんですね。はい、っていうのを繰り返していくらしいんですけれども、1回のライブでだから合計40回タップするということになるそうです、うん、でそのスコアを競っていただくというものでございます、うんうん、今までのこのライブ、まあ、4人本来ねそこに4人いるんですけど、ソロライブはこれ1人しかいないじゃないですか、うんうん、ライブにはオート機能っていうものがあったんですけど、うん、ありますね、このソロライブにはまあやっぱりランキング形式ということなので、はい、オート機能がないです。いやーねだるな勝ち取れってことですね。そうなんです。本当そうです。で自分でまあこの限られたターンの中でどれだけこうスコアを叩き出せるかっていう、うん、やっぱそういう戦略が大事なんだね。じっくり考えられるからこその、うんうん、その競い合いなんじゃないかな。カイト先生ずるいよ。結構ガチめにやってますね。これでさトッキーがさめっちゃいいスコアだったらさ、どうし、そんなことはないと思うよ。いやいやすごい、ね、許せないわ。許せないわ。めちゃめちゃ負けず嫌い。ちょっとこれは負けられないですからね。だから本当に戦略が大事になってくんだね。やっぱそのね一番このゲームのいいところって時間制限がない、うん、焦らなくていいってことだ、ね、そうこの今まあ、7つでこう1つ溜まるっていうのをじっくり考えながら、ああやって、まあ、これコンボどうつながるかを考えられるって、ね、すごい。めちゃめちゃうまいじゃん。だって5ターン目でまだ36万でもうすでにいってるよ。すごくない？えぐくない？半分だよ。ちょっとやめてください。なんかでもただちょっと巻き目でお願いしたいです。わかりました、わかりました。あまりにガチすぎて吟味しまくって。よし、ちょっとここからスピード上げていきますね。うん、やばっ。まだこれね、なんかまた後ほども見れるみたいなんで、アーカイブで、はい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 、なのでなんかやっぱこの師匠の手技、手腕、ええ、手技って手技、セレンティクダですね。やっぱりそのね、なんか後ほどねこう振り返って、ね、なんかさっきコメントでもなんかやっぱガチ勢の方のプレイ参考になります、ね。でも僕もただ教わったっていうだけじゃなくて、うんうん、そのやらせたか、ま、違うわ。違うわ。ああ、文言は気をつけなさい。やらせたじゃん。まあ、教わりつつどういうところがコツかっていうところもカイト君にこう教えてもらいながら、その画面も僕は録画をしていただいてるので、あ、なるほど、僕と、まあ、重松君のそのプレイ動画は後々に動画で上がりますので、うん、ぜひ参考にしていただきたい。なるほどね、はい、まだねこの番組見てる中でソロライブやってないっていう方だったりとか、まあまあ、このゲームはやっているけどまだやってない、あと、まあ、このゲームもまだこれからやろうかなっていう方は結構参考になるんじゃないかなと思います。確かにね、ぜひぜひやってみてください。ほらコメントでうますぎない、うん、あ、師匠のプレートがそうだよね。ありがとうございます。なんかあれじゃないですか、こうしたらいいよみたいなさ、はい、それこそ TikTok とかで上げちゃえばいいんじゃないですか。レクチャー動画本当に教えるのうまかったよ。なんで、ね、ここタップしてくださいじゃなくて、うんうん、多分こうなるんでだったらって、あ、じゃあここですか、あ、そうですそうです。あれじゃん。
ゼニやゼニゼニマジすんげーわかりやすいなるほどね、うん、いやなんかさパズルゲームって正直、うん、これパズルゲームなんですってパッと聞きさ、うんうん、パズルかってなっちゃうところあるじゃない、そうだね、難しいかな、難しいなみたいな、うんうんうん、でも、まあ、実際ねこれあのテクユニの方を触ってみたら分かるんだけど、うん、そんなことね全然ないんだよ、うんうん、やりやすいように作られてるんだけど、うんうん、なんかよりねあの海斗くんみたいな上手な人にさこういうたらもっとやりやすいよとかって教えてもらったら、うんうんうん、さあこれが最後のラッシュでございます、はい、最後のとにかくとにかくですね、この最後これめちゃめちゃ気持ちいいよね、うん、これいいですよね、なぞってればずっとバチンバチンって消えるっていうさラストに必ずフィーバータイムが来る、そうですね、はい、終了、すごい、やばっ、えぐっ、点数100,000万、はい、さあということでじゃあとりあえずスコアを記録していただきましょう。ただいまの記録、落ち着いてスマートにできた、こちらになります。123万6061。待って、おこれって全国でってこと、今そうですね、こちらはもうすでにあの開催されておりますので、実際のランキングにやばやば、今日本で6番目に海斗くんうまいってことだよしかもさあのお借りしてるさ端末じゃないですか、そうですね、自分のだったらすごくないもっとやばいんじゃないのマジやばない、確かに、ええぐ、あ自分のじゃないんですねこれ、じゃあこの流れでこれ、みんなこれ、いやこれさもうさ、たくさんつぶやいてあげてくださいね、やだよ、この流れで小馬さんに行ってもらいましょうか、あ、じゃあね、ちょっと ありがとうございます、はいはい、すいません、ごめんなさい、絶対だって前6位だった人見てるでしょこれ見てるでしょ私抜かされたってはって言ってるでしょ、確かにちょっと触ってあれだったから、いやよかった、あ、すいません、ありがとうございます、放送事故って言われてます放送事故だって逆にですか、やば軽々抜かれた、勉強してくるため一旦落ちます軽々抜かれた、落ちないで、このままいて、 そのままでいてください、はい、ということで、はい、じゃあ早速ね小畑さんのやって、うん、小畑さん何回かやってるんですか、あ、やってますけど、ソロライブ初めてで、あ、そうなんですね、はい、じゃあ早速やっていただく、はい、準備いいですか、はい、大丈夫です、はい、じゃあ画面切り替えていただきましょう、フォロー陣してくれてる、はい、ということで、まだ参加してない、はい、じゃあライブ、アシストを選びましょう、はい、もうここで分かれるよ、足は、あ、でも待って、アシストちょっとパーセンテージアップがないね、あ、そうだそうだ、ちょっと更新しようか、あ、更新しようか右下ですね、あ、しましたね、お、はい、いる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 、いないですね、更新しようか、うん、いやマジでこれでもおもろいのよ、もうでもそうだよね、数値が出てくるのが本当に楽しくて、何パーセントアップとかそんな、 あったあった、あ、でもレベル1なんか、そうですね、これは更新、巻きでお願いします、あ、はい、やばいやばいやばいごめんなさいごめんなさいごめんなさい、もう選ぼう、もう点数取った時ないよ、最後これもう一回更新してダメだったらもう選ぼう、あ、でも、あ、いいいい、あ、あのこのあのあれにします、あのあのレベル99だったんだっていう理由だけで選ばせていただきます、強い強いライブの方ね、はい、小林さんの方スタートいたします、え、ちゃんとボーラとロージ木を入れてくれてるんですか、それはなしで、あ、なしですかダメですかさあやってくださ、よし、じゃあ行ってきます、ちょっと助言は許しません助言できない、助言、え、ね、待って、あ、いてていてて、これは、あ、なるほどね、そうですね、スキルをチェックするのが大事です、うん、はい、はい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 、あ、オッケーオッケーオッケー、これは、あ、オッケーオッケーオッケー、そのコバルトとキヨのスキルの使いどころがすごく大事ですね、はいはいはい、ありがとうございます、解説席じゃん解説しておきます、なんか大会とか開いたら絶対カイト君解説席だよ、そうですね、うん、あ、巻きでお願いしますよ、怖い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 、でもレベル99ということは早めに使っておくともう一回コバルトが使える可能性があるんですよ、何それ、そうなん、やっぱレベルが上がっているとスキルの回転も早いので、うんうんうん、9ターンなのでですね、9ターン後になんで最後一回使えるかな、なかなかやるじゃねえか、やっぱねこれあの実際プレイしてみて思ったんだけど、うん、ソロライブいいとこね、この自分の推しをさ、うん、ずっとさ眺めててめちゃくちゃボイス流れるから、そうなんだよね、ずっとボイスが流れるから、ね、うん、かわいい、まだねその、うん、ここソロライブが実装されてないキャラクターもいるけど、うん、それは順次全部ね、うん、出ていきますから ね、 そうだね、はい、プレイしていただきたいと思います、
さあ、おばたつが、おしゃべりの小ばたつが珍しく何も喋っておりません。それだけマジってことでございます。ガチでやってます。ガチでやっておりますよ。なんとか頑張って追いつけるように頑張ってやってます。素晴らしい。結構あでも今結構すごくいいコンボが、コンボがつながりましたね。力を貸してこれでもダメージ間違えました。今誤操作しました。そうですね、サット属性の威力を上げるの で、うん、で今回あの上位属性ですかね、うん、ロージーがなので、今全く意味のない一手でしたね。先生厳しいっすよ。もう解説の練習を海斗くんがしゃべる。次の仕事につなげようとしてますね。偉い偉い。いやいやいや、お願いします。うん、さあ、約半分ターンがね経過いたしました、ね、全然できてなくないわし。でもさっきすごいめちゃめちゃコンボがつながっていたんで、ね、うんうんうん、難しいよ。めちゃめちゃ素敵。ここでねコメントも見ていこうかななんて思っております、うん、皆様もねあの SNS などでもたくさんコメントしてください。はい、うん、あもうねもうロージーまだ持ってないから声を堪能させていただきました。ありがとうございます。小松さん頑張ってって言われてます。ありがとうございます。頑張ります。自分のボイス聞きながらプレイするのってどんな気分なんだろうな。確かに恥ずかしい気持ちです。今ゲーム開いたら6位にそれらしき人いた。それらしき人、まあね、それはカイト君じゃないんで。もうあのカイト君が師匠って呼ばれていますもん。上には上がいますから。上にあと5人いらっしゃいますから、ね、そうですよね。はい、ドクターが。でもこれカイト君自分のやつでやったらこうどうですか。どうなんですかね。だ、まあ、そのだから状況に合ったスキルを持っていればいるほどいいと思う。そうですそうです、うんうん、今回はそれこそなんだろう、ステータスというか総合的なものがこう均等になるように、はい、さっき4人をこう、ね、セッティングしてくれてましたけど、うん、はい、もっともっと伸びしろがあるってことでしょ。そうですね。このアカウントでカイト君やったら1位取れんじゃね。そういうことですか。俺さ、後でなんかね、あったらこう全力全力でさ、最高のパーティー組んでやったら、そういうチャレンジやってみてほしいけど。いや、そうだよね。確かに確かに。超えてみろ。さあ、ということでそろそろ縁も竹縄でございます。はい、縁も竹縄。黙々と。黙々と。ちょっとだ、ま、急いでやりますよ。あ、最後ですね。はい、最後ですよ。やっぱロージー可愛いっていうコメント多い。でも多分本人はかっこいいって言われたりとかしますね。あ、本人は素晴らしいですね、そのアシスト。先生いいんですか。おーおー、先生のおかげです。先生のおかげでファンタスティックが取れています。すごいすごいすごい、めっちゃ繋がる。先生、さあ、そしてフィールがたま、最後ですね。よしよしよし、最後のフィーバーですね。フィーバータイムね。俺がやりたかったフィーバータイム。あ、まだだった。流行る気持ちが、流行る気持ちが。え、下手じゃん。やっぱなぞった方がいいな。この多分ずっと押しっぱの方がいいですよ。そうですそうです、いいですね。え、無駄にしたやん。やりたかったんちゃうんかい。やっぱフィーバー、はい、終了。でも結構いい。え、いた、頑張ったよね。俺にかかればこんなもんだ。あ、お疲れ様でございます。さあ、ということで結果が出ました。おばたつの記録、次かな、あ、ここかな。お、705,802点でした。はい、やった。そしてランク424位でございます。あ、いやー、はやー。ということでね、早速4人のスコアを見ていきたいと思いますよ。今こちらカンペでね見ております。はい、まずトキ君からね、はい、843,721点。ありがとうございました。はい、師匠の指導のもと。え、ずるくねですね。言うね、みんな。俺は堂々と言うぜ、助けを求めたってな。時間もなかったしな。そうなんだよね。続きましてね、先ほどの小林くんのスコアの方が705,802点。はい、はい、私がね、さっき一人やってたんですけども、838,501。いやー、すごいですね。師匠、師匠、師匠、とんでもないな。こちらが、123万6,061点。やー、そして全国6位。全国6位。素晴らしい。ということで、優勝は海斗先生です。師匠。そして罰ゲームを受けるのは小林くんでございます。ずるいよ。はぁ、よかった。ということで、気になる罰ゲームですけれども、はいはいはい、寝る前にささやくキザなセリフ、こちらを
師匠ね、今1位になった師匠の方に、はい、セリフを考えていただき、はい、それをね小畑に言ってもらいましょう。今考えてもらう。今ですね。もう寝る前にささやくキザなセリフです、皆様ぜひ。変なこと書き上がったら許さないかんな。やばい。キャラで。あ、キャラよりドス聞いてたわ今。いやでもやってて楽しいですよね。やっぱこういう風にこう楽しかったわすごい、ね。でも自分もすごいなんかあの追われてたわ、なんか焦りに。いやわかるわ。やばいみたいな。消せないみたいな。そう。どうして繋がらないのみたいな。最後あの先生の助言によって、うまくやっぱいろんなとこ見なきゃいけないっていうのも、どんどん多分見えるようになっていくんでしょう ね慣れだよねやっぱこれは、どういうセリフなんでしょうね、でも寝る前に言うキザなセリフって誰に言うんじゃいって話だよね。確かにね、誰に言うんじゃい。はい、ではもうねさあ書けたようなのでね、これはちょっとね、これはもうキャラではなく小畑自身で。え、嘘、小畑自身で。あ、でもなんかそうだよね、なんかもうキャラ、いやキャラで読んでいただいて、これによるとんでもないの、とんでもないの書かれてたら大変よ。そうよね、まあとんでもないの書かれてたら後であの楽屋裏で書いてくる。それ TikTok にあげようか。さあ、じゃあこれも普通にキャラでも言えそうだから、あ、じゃあちょっと世界観を壊せない感じだったんで、よかった、ナイスですって感じですね、先生。素敵です、ね、じゃあ準備よろしいですか。はい、カメラは大丈夫ですか、ね、こちら、はい、はい、ではお願いします。はい、寝る前に俺とテクユにやらねえか。おい。まあありがとうございます、ありがとうございます。キザでもなんでもない、うん、そう、やっぱ優しい心の持ち主が。ありがとうございます。リハの時には緊張してテクニユって書いてあるんです。テクニユって書いてある。私が読んだんだけど、そうそうそう、私が噛んだみたいな。私じゃないかな。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。ぜひプレイしてあの、ね、うん、先生の記録抜いていただきたいと思います。抜いていただきたいです。さあ次行きましょう。ここからはユニゾンフェスの本選発表に行きたいと思います。ついに大目玉が始まりましたが、ここからが本題でございます。はい、さあ総勢20キャラからオリジナルの垣根を越えたユニットの結成が決定しますユニゾンフェス。選ばれたユニットの一組にはフルボイスでのユニゾンストーリーのゲーム実装、ユニット名の決定、オリジナルユニットロゴ制作、ユニゾン楽曲かっこ新曲の発表、そしてオリジナル MV の発表、盛りだくさんすぎませんか。はい、なんと予選では8000件もの応募があったそうです。ありがとうございます。ありがとう、すごい。はい、ということで本戦に出場するユニット10組、うん、発表するんですけれども、うん、はい、さあこちら特別ムービーがあります。これも本邦初公開なので、ぜひ皆様しっかりと目につけていただきたいと思います。それでは参りましょう、どうぞ。ユニゾンフェス、それはプライムステージとは別に不定期に開催されるスペシャルステージ。そこで行われるのはユニットの垣根を越えた特別なユニゾンの結成。歴史に名を刻む最強のカルテットは誰だ。ドクターの応援で駒を進めた10組。参加方法はテクユニやテクラブからのポイント投票、もしくはツイッターアクション。本戦を制したユニゾンに与えられるもの、それは特別なストーリーや楽曲など5つのプライズ。ユニゾンフェス開幕。すごい、ね、コメントもすごい来ておりますが、うん、改めて本戦に出場する10組紹介していきましょう。はい、まずはネオン・ラナ・フラン・ロージーによるザ・オシャレユニットユニゾン A でございます。こちら、はい、ロージー、かわいい、かわいい、おしゃれ、確かにおしゃれですね。いや、この組み合わせにロージーが入ってるのがちょっと面白いですね。やっぱりって感じ。どういう掛け合いになるんですかね、これ。どうなんだろうね。でもなんか書いてありますよね、なんかあのピンク同盟でおしゃれな番長ラナの組み合わせで色の大きなお友達から湧いてきちゃいそう。
なるほど。おしゃれで買い物が大好きな3人にタジタジするロジが見たいっていうユニットらしい。見たい。いや本当どうなるんでしょうね。そうね、楽しみです。かわいい。さあどんどんいきますよ、はい、続いてこちら、ライト、ナイト、シルバー、アウルによるダブル W 同期型同型機ユニットでございます。こちら、はい、こちらはですね、まあ息の揃ったパフォーマンスを見てみたい、うん、ナイトとアウルは作曲家同士で回るからどんな化学反応が起きるか楽しみといったコメントも。あー、確かに。なるほど。はいはいはい、まあ、そうなんだよね。動画だけこの、ね、ES っていうこの型番とかがね、どっちも WG っていうのがついてますから、ね、うん、はい、じゃあ続いていきましょう。次はクロム、ジン、リム、ルーマによるゆるふわ系ユニット。これもいいですよね。みんなちょっと、いやなんかおっとりした感じ。そうなんですよ。ルーマさんがね、ゆるふわに分類されるおじいちゃん。おじいちゃん。まあまあ、まあ、よく言われます。確かに、よく言われるんですルーマさん。可愛いです。そんなところで寝てると風邪ひくよって。風邪ひくよって、落ち着いた雰囲気と歌声の4人が好き。ゆるふわ系と思いきやド直球のラブソングとか、うん、クラブ系音楽の意外性も期待しています。専門家のご意見ですね。あ、専門家ですね。ありがとうございます。さあ続いていきましょう。こちらネオン、ハイド、キオ、アインザッツによる未知との遭遇がどういうこと。いいでございます。なるほどね、なかなか会話をしている様子が想像できないメンバーをあえて集めてみました。なるほどね、うん、コミュ力高くなっているネオン、かっこいいハイド、オラオラーなキオ、そして多分この3人に合わせて最高のパフォーマンスをしてくれるだろう。アインザッツが奏でる音がどんななのかを見てみたいですという熱いコメントが多数寄せられています。なるほどね、普段 見れない顔を一面を引き出してくれてる、うん、逆にそうね、空振り紳士からするとこのアインザッツがここではどういう表現。確かにね、本当に、うん、クマちゃん頑張って、はい、さあそして次行きましょう。カイト、ボーラ、ノーベル、ルーマによる大人ミステリアスユニット、ユニゾンE でございます。いやいいですね。いやな、大人な目つきが多いですね。確かにね、この4人がユニットを組んだら大人の色気が漂う素敵なパフォーマンスを見せてくれそう、うんうんうん、ミステリアスな一面を持っていて一筋縄ではいかない大人を見たいというちょっとね大人っぽいコメントが多数、やっぱアダルティーな、ね、うんうん、楽曲を聴いてみたいという方たくさん。確かになんか、もう本当にあれだよね、なんか落ち着き組というか大人組っていう貫禄がある、ね、とはいえ結構オラついた曲も歌える可能性もあるっていう、確かに、ね、いろんな可能性がある、このチーム。素敵や。さあどんどんいきましょう。次はこちら、コバルト、シルバー、ハイド、ロージーによる元気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 ユニット。やったー、もう、ね、エネルギッシュなのが伝わってきますよね。はい、元気いっぱいの4人が歌っているところを見てみたい、うん、飛んで跳ねて駆け回る姿が想像できる、いろんな意味で問題児の4人のわちゃわちゃを見たいと思ったコメントも多数。確かに、かわいい、ワンワンパークだね。ここも本当にこう軽快なね、こうちょっと明るい感じの曲なのかもしれないですね。ハイド君と歌ってみたいわ、うん、はい、じゃあ次いきましょう。ケイ、ナイト、ラナ、アインザッツによる誠実ユニット。誠実、はい、この世界を愛しているみたいな曲を歌を歌ってほしい、うん、この4人がステージに立つところを想像すると尊い尊い、まあ、確かにたまにいるユニットですよね。こうやってあのペンライトペンライトこうそれあのポーチのようにペンライトを持ってあの聞かれるタイプのユニットね。はい、ありがとうございます。さあ次行きましょう、はい、ライト、ジン、キオ、ノーベルによる笑顔キラーユニット。なるほど、笑顔が素敵です。わかる、はい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 、うん、笑顔キラーの4人とそのハーモニーは間違いない、うん、優しい性格の4人が集まると全てが微笑ましく思えそうという声もいただきます、うんうんうん、そうですね、もうここからも分かってきますもんね、うんうん、まあ、ちょっとこの時のキヨさんはおらついてますけど、ね、普段は ね、あのニコッとしてるので、うん、いろんな笑顔を、ね、見せてくれそうですけれどもね、うん、はい、ありがとうございます。さあ次行きましょう。残り2つでございます。最後の2つ目のうちの1つ、コバルト、カイト、アウル、リムによる青色ユニット、ユニゾン。アイ、そうですね、これかっこいいな、俺青好きなんで、ね、綺麗、色合いがすごい素敵ですね。めちゃめちゃいいですね。青系のキャラクターたちで爽やかな歌を歌ってほしい、うん、青色グラデーション、異なる青色同士が混ざりまた新たな青色を生み出すと信じていますというコメントもありました。確かに全然みんな違う青ですね。ちょっとずつ違 う、ね、少しずつ、うん、なんかそういう楽曲になるのもちょっと楽しみですけどね、期待できますけど。気になります。さあ続いて最後のユニットでございます、うん、こちら、はい、クロム、ケイ、フラン、ボーラによるこだわりユニット、ユニゾン、チェーでございます。さあどういうものか興味を持ったらとことん徹底的になる4人を選びました、うん、
フランとボーラがどういった曲調でハーモニーをなすのかが気になるし、それに心が成長して、心が成長していっているクロムと K のハモリが入ると今までにない曲ができること間違いなしというメッセージもいただきました。なるほどね、すごい、はい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 、まあその曲もすごいなんかこだわり抜いてね、うん、いい曲になるんじゃないかなと思う。確かに、でもとはいえこの4人の曲どういう曲になるんだろう。そうだね、想像がまた、さっきね、あの未知との遭遇のゲームだけもあったけど、ね、このキャラとこのキャラでどうなるんだろうっていうのは確かに気になるよ、ね。うん、小林大輝と浜野大輝のこのね、大輝大輝のでも声全然違うっていうこの二人のねイメージはどうなっていくのか、本当にね、これになったら楽しみですけど、楽しみ。はい、皆様いかがだったでしょうか。たくさんねコメントしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあここまたね、ルール、期間を教えてください。そうだね、はい、投票期日間は7月21日木曜日12時から8月8日月曜日14時59分となっております。投票方法はゲーム内でのポイント投票、テクラブ会員が得られるポイントでの投票、はいはい、1日上限3回までのツイッターアクションの3種類です。ね、詳細はホームページもしくはゲーム内のお知らせをご確認ください。皆さんぜひふるって投票お願いします。お願いします。そして改めて、うんうん、テクユニハーフアニバーサリーですね。はい、8大企画のおさらいをしていけたらと思います。うん、はい、ここからは情報のおさらいでございますね。はい、ではまず1つ目です。先ほど発表されましたユニゾンフェス本選の投票が7月21日木曜日12時から8月8日月曜日14時59分まで行われます。はい、投票方法は、3つ、ゲーム内で貯まるポイントと公式サポーターズクラブテクラブ会員はこちら、ポイントこちら2つ、そのポイントを使ってゲーム内に設置されている投票所から投票が可能です。すごい。さらに1日限定3回まででリツイートやいいね、ハッシュタグ投稿のツイッターアクションをしていただくとそれがまたポイントに加算されます。なんと1日にいろいろできるんですね。そう、いっぱい投票できる。そしてハッシュタグ投稿はハッシュタグテクユニ HA、 そしてハッシュタグユニゾンフェスの2つに加え、うん、ハッシュタグユニゾン A など、先ほど発表されました、投票したいユニット名を、加えた3つを投稿してください。はい、詳しくは公式ホームページをご確認ください。お願いいたします。はい、さあ2つ目です。本日から先ほどコーナーでも行いましたが毎日10連最大100連無料ガチャがスタートしています。はい、テクユニでは実はおはようとログインという言葉を推奨しておりまして、皆さんぜひ朝起きたら家族におはようと挨拶をしテクユニを開き10連を回す、これをルーティンにしていきましょう。おはようとログインっていうのはもう現在あの YouTube で、ね、一部切り出し配信を行っている P ちゃんで、結構使われている。そうなんです、はい、もうおはようともログインと同時にちゃんとやろうって。そうです、これがもう皆さんのルーティンにしていただきたいというところで、ね、はい、よろしくお願いします。おはようガチャってことでしょ。そう、開くかっていうね、うん、みたいな、ね、そうです、そうです、はい、お願いします。うん、それから3つ目ですね。はい、特別ログインボーナスキャンペーンも実施中です。うん、ハーフアニバーサリー当日の7月21日木曜日にはなんとログインするだけで100クレジットがもらえちゃいますよ。すごい。うん、まさにおはようとログインお忘れなく。はい、忘れなくお願いします。はい、続いて4つ目でございます。本日プレイしたソロライブが本日から実装されました。イエーイ。すでに皆さんプレイしてくれましたか。うん、本日から開催されているネオン、リム、ハイド、ロージー、ルーマ、ライト、アウルのソロライブは7月22日金曜日まで実施しています。はい、いやね、先ほどプレイしましたけどソロライブもめちゃくちゃ熱いんで、いやでもこれみんなでそれこそみんなで集まってさ、うん、そのランキング競い合うのも楽しいよ、ね、楽しい、同じ機体でみんなでやって、そうですね、そう一個のあれとかあれで、そうお前の貸してよってジャンル部門で分けてみんなでその場で戦えるもんね。ね、うん、はい、でも面白いかも。皆様もぜひやってみてください。はい、さあ続いて5つ目です。本日こちらの配信、この後アーカイブとして公開されますのでさっき言っちゃった、大丈夫よ改めてね説明をしますと、うん、はい、されますので、先ほどのそのユニゾンのね、あのユニット改めてじっくり確認したいよって時は、うん、全然何度でも見れますので、はい、吟味していただいて投票していただきたいと思います。うん、よろしくお願いいたします。はい、さあさらに6つ目、YouTube にて7月の21日木曜日の0時から8月の15日月曜日16時59分までなんとこれまで解禁された全23曲フルサイズで公開します。あ、すごい、いいですか、マジか
全部で合わせると、1時間半超えだそうです。すごい。まあ、何かね作業する時の BGM とかね、教養としてもおすすめですのでね。あ、いやいや、僕はね、サブスクを YouTube 登録してるんでバックグラウンドでずっと流せるんですよ。おお。マジでいい曲多いのでね、テクニックぜひね調べて布教していただきたいと思います。この後プレミア公開すぐされますので、通知オンにしてお待ちいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして7つ目です。公式 LINE スタンプが7月下旬に販売開始決定いたしました。はい、嬉しい。さらに約半年のイベントビジュアルを使ったオンラインくじも8月上旬に販売予定となっております。グッズデザインは最終調整中ですので、また改めてお知らせさせてください。はい、はい、お願いいたします。そして8つ目ですね、7月の30日土曜日から9月11日日曜日まで、テクノロイドとサンシャインシティプリンスホテルがコラボしたユニゾンカフェが期間限定でオープンします。すごい。各ユニットをイメージしたホテルクオリティの豪華アフタヌーンティーを週ごとに変更して販売されます。なるほど。さらに総勢20名のキャラクターをイメージしたキャラクターソフトドリンク、キャラクターラテアートは期間中前日販売いたします。なるほど。ホテルクオリティで美味しくて映えるラインナップになっているので、はい、ぜひご予約をお待ちしていま す, お待ちしております。ということでここまでがハーフアニバーサリーのお知らせでございました。盛りだくさん、盛りだくさんだね。なので多分ね、情報この僕たちも駆け足で参りましたので、ちょっとね、はい、全部を今把握するのは難しいと思うので、後々にこのアーカイブを見て、確認していただきたいと思います。はい、さあところでカイト君、なんか持ってますね。はい、こちらですね。これは何ですか？はい、こちらはですね、公式サポーターズクラブテクラブのイベントで限定販売、そして先行販売されるグッズでございます。おー、はい、こちら7月30日土曜日に大阪で浦和樹くんが、そして8月13日土曜日に東京渋谷で渋谷さといくんと峰田ひろむくんが登場するトークイベントがありまして、そこで会場限定で、発売される缶バッジになっております。なるほど。はい、チケットの、追加先着販売が7月19日火曜日からありますので、はい、ぜひこちらご応募お待ちしております。お願いいたします。はい、さらに、テクラブ限定でですね、テクラブロゴとユニットロゴが入った缶バッジ、こちらも発売が決定しておりまして、イベントに参加するとこちらも先行で購入できますので、なるほど、ぜひよろしくお願いします。はい、そしてです、さらにエイプリルフールでテクユニでデンタパーク、デンタパニックという各ユニットリーダーがデンタになってしまうという、ストーリーがあったのですが、その時にですね使われたユニットリーダーのデンタがアクリルキーホルダーになって登場します。はい、改めてですが、公式サポーターズクラブ、テクラブの入会を受け付けております。なるほど。はい、僕は、毎月弾き語りをですね、やらせてもらってまして、実は、来月ですかね、カラクリ紳士さんのサマートライアングルを披露すべく現在猛練習をして。いやない、徳さん何かあの歌うためのアドバイスみたいなものがありましたらお願いします。魂です。ありがとうございます。よろしくお願いします。魂、魂、いいよ、もう本当に。でもなんかね、大切な人を思って歌えばいいんですよ多分。なるほど。もう歌なんてその人たちの個性が乗るものだと思うので、ロマンチックな曲いいっすよとか急に急にどうしたの。でもロマンチックな曲ですからね。そうですね、まあ、ある種エツに浸ってなんか歌っちゃうのがまたいいんじゃないですか。全身で、ね、まあ、3人で歌ってるのを1人で歌うって、それも大変だよ。ぜひぜひちょっとね、僕も見させていただく、楽しみに待っております。頑張ってくださいませ。魂を込めて歌います。魂です。はい、魂、魂、はい、いいですか。はい、いいですよ。めてるな。はい、そして歌といえばですね、僕たちフランキーノットとメカニカメタリカの CD が7月27日水曜日に発売されます。はい、先日ですねドラマ CD の、収録してきましたよ。うん、これ3人で撮れたんですか。3人で初めて集まれました。そっかそっか。もうね、結構ね収録が早い時間帯からだったから、もうみんなして、え、
水でかみたいな水でかみんなね、なんかね、ゲーム収録だと一人じゃないですか、うん、そうそう、でもそれがね掛け合いでできるとまたちょっとイメージも変わるから楽しみですね、うん、そうなんですよ、はい、いやね、その後ねちょっとあのご飯行ったりしたんですけど、あ、そうなんだ、まあ、その話はねあの、まあ、ちょっとあれなんで、どうなんですちょっとあれなんで、いつか話せたら、はい、またその場所に新橋さんを呼んであげてください、はい、ということで、ね、はい、あの冒頭でもお知らせしました通り、本日特別にドラマ CD をほんの一部だけお聞かせしちゃいますよ、はい、すごい楽しみ、嬉しいですね、はい、今度ですね、はい、P ちゃんでは先行でもう少し長めの、視聴会を行うということなので、ぜひこの機会に、デクラブご参加くださいませ、はい、よろしくお願いいたします、はい、あとお知らせは2つでございます、うん、幕開けさんにて、応援広告でジャックしたいプロジェクトと称し、応援広告の掲載を目指してクラウドファンディングを7月21日木曜日まで実施しております、うん、なんと先日ストレッチゴールであった500万円を見事達成し、うん、全20キャラのラムさん新規書き下ろしイラストを使った応援広告の実施が決定いたしました、すごい、残すところあと5日ということで、はい、ラムさん書き下ろしイラストを使ったグッズや設定資料や裏話満載のファンブック、うん、僕とカイト君なども出演する、はい、イベントの、応援購入もありますので、最後までぜひ応援のほどよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてね、最後にテクノロイドではツイッター、YouTube、Instagram、TikTok、 いろんなね SNS で情報を発信しております。ぜひね、ちなみにフォローとかチャンネル登録をよろしくお願いいたします、はい、我々も頑張りますので、お付き合いください、よろしくお願いいたします。はい、さあということで駆け足で参りましたけれども、ここでもう縁も竹縄の時間になってまいりました最後までおじいちゃんみたいなあの、そうなんです、もともと僕の文言って基本おじいちゃんっぽいです、なので、終わりになるんですけれども、はい、最後にお一言ずつ皆様からいただこうかなと思っております、はい、じゃあね、私からまずやらせていただきます、改めましてルマ役の時俊一です。本日はありがとうございました、もう新しい情報が盛りだくさんなので、多分今頭の中が大変なことにはなっていると思うんですけども、まあ、たくさんアーカイブを見ていただいて、次の情報をあの楽しみに待っていただきたいなと思っております。そうですね、いろんなこう新しい情報はあったんですけど、まだまだ言ってないこともあったりなんかして、まあ、他の、ね、ユニットがそうやって撮ったんだったらこっちのユニットもみたいなあるじゃないですか。すごい楽しみなんですよね。だし、その僕も楽曲を何曲かもう歌わせていただいてるじゃないですか、うんうん、1曲目と2曲目が雰囲気が全然違ったなと思って、うんうん、でもそれって彼らがちょっとずつ成長していったり変化していってるからだとも思うんですよ、うん、それが多分全ユニットでこれから起こっていくし、まあ、この2曲で終わるはずもないと思っているのでね、うん、どん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 多分広がっていくテクノロイドの世界を今後ともお付き合いいただければと思います。今日はありがとうございました。さあ、じゃあコバコバお願いします。はい、DMA 老人役の小林幸之です。今日は本当にありがとうございました。はい、ということで本当にハーフアニバーサリーということで、こうして配信を通してこのメンバーとそして皆さんと一緒にあのアニバーサリーをお祝いできて本当に嬉しかったです。これからも今日発表されたものも含めてまだまだたくさんテクノロイドが盛り上がっていくと思いますので、ぜひぜひ今後とも応援の方よろしくお願いします。老人も活躍できるように頑張ります。応援してください。ありがとうございました。お願いします。はい、フランキーノットハイド役の重松千原です。今日本当にいろんな情報が出たと思うんですけど、うん、これハーフアニバーサリーだから本当にすごいなってあの思うんですけど、いや、このテクノロイドっていうコンテンツ自体のパワーっていうか、そういうのね、あの私自身もね、このキャスト側からしてもあのみんなからの応援含めてあのいつも感じていて、あのさっきね時くんもおっしゃってましたけれども、あのこれからがねすごく楽しみなんですよね。あのいろんな歌う時のあの思いとかって、ね、あのコメントする時あったと思うんですけど、そうこれからきっとストーリーが進んでいくにつれてキャラクターたち成長したりまた変化があったりとかってあると思うんですよ、うん、でそこをねまた一番最初の曲から始めてこれからもっと出てくるであろう新しい曲までね最新のものまでって順々に聞いていくと違いとかね分かったりして、うん、面白いだろうなって、そういう楽しみ期待っていうのがね膨らんでいくコンテンツだと思っておりますので、これからもぜひぜひ応援していただけると嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。あ、最後に軽くお願いします。
はい、ノックスのネオン役カイトです。ハーフアニバーサリーみんなで何ぬね無料祭ということで、うん、本日はご覧いただき本当にありがとうございました。もう本当いろんな企画がもうハーフアニバーサリーの時点で本当にこう満載なんですけれども、その一つ一つを、テクノロイドのキャラクターのみんなと、また一緒にお祝いしながら、テクミンの皆様、楽しんでいただけたらと思います。僕も一緒に楽しんでいこうと思います。そんななんかあっという間でしたけど、なんかその成長と一緒にきっとこれからまたさらに成長していく彼らが、いろんな音楽だったり物語を、紡いでいくと思います。それをまた、一緒に僕らも一緒に楽しんでいきながら、一緒にこうなんかワクワクしていけたらいいなと思います。うん、今後ともよろしくお願いします。ノックスのネオン役カイトでした。ありがとうございました。はい、ということでね、話してまいりましたけど、ちょっと最後にねコメントも見ていこうと思います。YouTube でもねこちらの SNS でもたくさんつぶやいていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。見てましたよ。もう1年1周年がどうなるかもう怖くてしょうがない。本当だよね。どうなるんだろう。はい、もうこれでハーフアニバーサリーなんだみたいなね。うんうん、小畑さん罰ゲームありがとうございました。はい、ありがとうございました。罰ゲームありがとうございました。いやでも感謝されるんだ。そうですね。それこそハーフアニバーサリーでこうやっていろいろやらせていただいてるのも皆様のお声があったからこそなんですよ。うん、なので本当皆様のお声がやっぱりこういうアプリゲームだったりコンテンツって全てですので、今後とももう本当に今までもたくさんいろんなお声をいただいて嬉しい限りとスタッフさんも言っていらっしゃるんですけれども、もっともっとこうたくさんのお声を頂戴していただいて、もっともっとこうテクノロイドが大きくなっていくように我々も努力してまいりますので、ぜひぜひ皆様も皆様のお力で盛り上げていただきたいと思います。はい、ということで次はもう1周年ですかね。ですかね。本当にどうなるか大変怖いですけれども、はい、その時にまたお会いしたいと思います。本日はね遅くまで見ていただいてありがとうございました。ここまでのお相手は時俊一と小林達之と重松千春と海斗でした。せーの、さようなら。ありがとうございました。夏だ、山だ、合宿だ。よし、着いたぞ、キャンプ場。どうしてこんなことに。うわー、緑がいっぱいだね。話には聞いたことがあるけど、都心から離れた場所にこんなリゾート地があるなんてね。よし、全員揃ってるな。じゃあまずはテントを張るぞ。おい、せめて説明しろ。無理やり連れてきて一体どういうつもりだ。ずいぶん大荷物だなと思ってたけれど、テントってことはそれって全部キャンプの道具なの？そうだ。みんなは夏休みって知ってるか？夏休み、あ、今日ってお休みの日なの？昔そういうのがあったらしい。夏の間学校とかが休みになってみんな思いっきり遊ぶんだ。確かにあったみたいね。夏が4つある季節の1つだった時代の話よね。だいたい7月の後半から8月の間だったとか。あれ、じゃあ今は一年中お休みになるのかな。だって夏の間はお休みなんでしょ。いいなそれ。気象問題とかもあって社会の仕組みがあれこれ変わって、今は学生さんの長期休暇のスケジュールも違ってるみたい。けどやっぱり夏といえば夏休みみたいなイメージは今でも残ってるわね。ああ、昔はみんな夏休みを楽しみにしてたらしい。つまりみんな笑顔だったってことだ。読めてきたぞ。つまりみんなを笑顔にするために夏休みの遊びを俺たちもやってみる研究ってやつだな。だと思った。楽しそうだね。それでそれで何をすればいいのかな。まずはテントじゃなかったか。そうだ、みんなで協力しよう。わかった。また思いつきで妙なこと。まあまあ、いつものことじゃない。それに曲作りの参考にもなるんじゃない。だといいけどな。ある！
手伝ってくれ。はいはい、オーケー、今行くわ。ふぅ、できた。思ってたより居心地が良さそうだな。拠点としては最適ね。よし、テントもできたことだし、改めて夏合宿スタートだ。ファッションバトル in 丸六。よし、着いた、マルロク。ああ、ついにこの時が来たな。トレンドの発信地マルロク、四半期に一度の大セール。ああ、お客さんすっごく多いね。そりゃあね、ここにいるみんなお洋服を買って買って買いまくるつもりでいるんだから。大丈夫かリム、迷子になりそうだったら俺と手つなぐか。ありがとう。多分大丈夫だと思うけど、もしはぐれそうになったらお願い。とりあえず3人固まって動くことは鉄則。好き勝手動くとすぐ離れ離れになっちゃうかもだし、見に行くお店も昨日までに決めてたルートを厳守ってことでいい？バッチリだ、任せとけ。うん、大丈夫。オッケー、じゃ、そろそろ行くよ。おう、マルロクを完全攻略してかっこいい服を買いまくってやるぞ。ふっふっふ、今日こそハイドにも最高にかわいいお洋服を着させてあげるんだから。僕のセンスとマルロクの品揃えがあれば、最川でぴったりなコーデが見つかるはず。いつもいつもフリフリなのを着せられてばっかだからな。今日こそは俺がフランにバリバリのかっこいい服を着せてやる。そんでそっちの方が好きになって、もうフリフリを選ばないようにしてやるんだ。ん？列動くよ。おっと、悪い悪い、早く入んねえとな。そうそう、早くお買い物したくてうずうずしてきちゃった。うん。